自由朝鮮の代表とメンバーが明らかに、アメリカ当局が北朝鮮大使館襲撃事件で捜査。アメリカのワシントンポストによりますと、先日スペインにて発生した北朝鮮大使館襲撃事件をめぐり、アメリカ当局が自由朝鮮のメンバーとされる元海兵隊員のクリストファー・アンを逮捕したと報じました。また、自由朝鮮のリーダーの アアドリアン・ホン・チャンの自宅も家宅捜索した模様です。この捜査について、自由朝鮮は、失望していると反発をしております。今回の事件、CIA や FBI が関わってるんじゃないかと見られておりましたが、今回、アメリカ当局がしっかりと捜査を行い、 法律に基づいて処分しようとしておりますので、この自由朝鮮とアメリカとの関係、どこまで本当なのか分かりませんが、アメリカ政府には、法律に基づいて粛々と捜査を進めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。